got some business to take care of. See you later.Women.さあ今回も、チャプター5の1進んでいきましょう。ワオンっていうねおっさんの声がするんだけども、そっちかいっぱいな。どうしようかな。武器商人もよくこんなとこで商売すんな。どうしようね。4人固まっている。で、こいつで、来る。よし、リロードして。もういない？いるかな。ライフル弾薬で、こっちか。まずはアイテム、それとマップチェック。結構入り組んでんな。まっすぐこういうとこね、どうしようかな。ショットガン。出会い頭が怖い。なんなのこの音。こういうのが本当に嫌。いますね。みじん切り。もう強い。よし、こいつはショットガン。なんでこんなとこに入れたの。ショットガン。ハーブ取って、食料庫ですね。怪しいものはない。こっち。すごいな、ウジ虫。腐った肉。危なっ。ちょっとなんなのもう。こんなん食らうでしょ絶対。どうしよう。回復しようか。いや、これは食らうよ。1700円。なんだこれ。何する機械。それと手榴弾。ちゃんと掃除しろよ。全くだね。アシュリーの声。ちょっと待ってね、この露骨になんか強そうなジャイアン的なこの子は何だい。カンカン言うな。1500円。下行こうか。ちょっと待っててね。どっちだ。待って、危ねえ。危ないっていうか普通に食らってるわ。危ない。ちょっと待って、ここまずい、ここまずい気がする。来ちゃった。でもどうしよう。待ち伏せするしかない。下手に出ていけんぞ。まだ生きてんな。かったいね。よし。ハーブ。混ぜられない。ショットガンにして。アーマーおじさん。あいつがね、強いね。いますね。なんだろうね、ターミネーター的なものを気取ってるのか。よし。他にはこいつは何食ってんだ。これは何だろうね。お菓子とケチャップとマスタード。これあれか、猫ちゃんの真偽の光。そしたら上行きましょうか。ショットガンにして。どっち？こっちか。弾薬。この先。そしてそっちに行くんだね。今どこにいるかはわかんない。モニタールームか。声は。そしてこっち？こっちですね。もうアイテムないかな。ちょっと待って。アイテムはないかな。ありましたね。5000円。もう何も映らない。行きましょう。こういう狭い廊下怖いね。狭さと武器商人。なんだ、ライフル取って、一応彼がいると安心しますね。それと、射的か。なんだ、防弾服。受けるダメージが 30% 減少。これは絶対いるでしょう。受けるダメージ 30% 減は非常に大きい。しかし、売るものが何もない。これで稼ごう。で、今回は D タイプ。その顔面を。おばちゃんもアシュリー多いな。待って。よし。おばちゃんよし、リロードして。アシュリー多いな。全然当たんね、今の。危ない。待って、サラザール行っちゃった。これむずいぞ。2400。もう一回行きましょう。これむずいわ。危ないと、そっちの奥に、よし、とサラザールちゃん、ちょっとなぜ当たらん。よし、よしよし、こっからですね、むずいの。結構ブレんだな。とそっち、どこ？一番そっちのここと、よし、あとは奥で、よしと、よしよし、3150点、これで終わりかな。これ結構むずいね。5万円、そしたら買っていけるぞ。防弾服。よしと。他にはないね。よし、そしたら行きましょうか。セーブは？セーブはない。もうちょい先。ちょい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 、あぶねえ、これは死ぬところだった。よし、バカめ、まだ生きてんな。よしと、待って、またしまったもの。どういう仕組みあれ。ワニワニパニック的な。よし、そしてまた閉まる？うん、閉まらない。人の音がしたっぽい、多分。近いな。こいつか。敗残兵。よしと、これでもういない。それとハーブの赤、今のはインタラクトはできない。こっちかな。そしてこっちがセーブで、行くべきは正面。一旦セーブしようか。はぶって王道の懐中時計でセーブしましょう。緊張感がね、すごいね。でこっち、オペレーティングルーム、作戦室。武器どうしようかな。ショットガン、そして結構広いな。飛び降りる、さっきのとこか。こっちは開く。さあどうする。こっち行けますね。じゃあ先に行けない方潰そうか。開かない。カード形式のロック。この先は冷凍室。それとエメラルド。何を冷凍しているかというね。こっちも行けない。こっちはゴミ処理場。同様にカードキー。これはね多分打っていける。今使わないで。こっちか。ここら辺がオペレーティングルームなの。オペレーティングルームってもしかしてあれか、手術の方、実験室。そしてこいつはこっちも開かない。これかな。左上から右下。よし。この標本ね、見るからに怖いわ。アイテムないね。ないね。よし。そしてまたルイスのメモ。この島で行われたプラーガの応用実験は、エルヒガンテやノビスタドールのような元が人間とは思えぬ特殊な存在を生み出した。その中でも特にリヘナラドールは他とは一線を画している。このリヘナラドールの最大の特徴は驚異的な代謝能力で、破壊された体組織を瞬時に再生できることにある。そのため普通の兵器ではなかなか殺すことができない。こいつを素早く殺すには体組織を再生できないよう体内の寄生体をピンポイントで狙わなければならない。しかし体内の寄生体は肉眼では見えないため、ライフルに装着できるサーモスコープが必要だ。さらにほとんどのリヘナラドールは複数の寄生体を宿しているので、殺すにはその全てを排除しなければならない。特に厄介なのは背中に寄生体がついている場合で、正面から寄生体が見えない時は何らかの方法で背中を向かせる必要がある。うつ伏せに倒すことができれば比較的簡単に背中を狙えるはずだが、リヘナラドール、特にこのゲーム中恐怖度の高いクリーチャー。ひどい。何の研究だ。標本か。この液体は一体。そして冷凍室のカードキー。ちょっと待って、何の音？来ている。これがそのリヘナラドール、どうしようかな。ちょっと待ってね。冷凍室。冷凍室。そっちか。そっちの、ここですね。一旦こいつをね、やり過ごさないといけない。足をもいで、ちょっと、ダメでしょ。びっくりした、今の。回復して、こっちは、こっちなんかあんでしょ。何もない？何もない？ありましたね。エメラルドいらねえ。そうしたら、出ていきましょう。逃げるぞ。また声がすんだよな。しかもスコープがないと効率的に倒せない。マグナムこっちにもいる。倒したらさっさと行こうね。でこっちか。あいつね、再生するんだよね。ちょっと見てみましょうか。体のどっかにその寄生体のコアっていうのがいくつか存在している。でそれがどっかは分かんない。ちょっと待って、どこにいた？こっちから来ていた。くっそー、すいません。死んでしまう。いやこれ痛いな。今のをね、観察していたせいだ。申し訳ない。これは本当にケアレスミス。これ取って、で素通りする。こっちから来てたんか。どこにいた？そっちの廊下。これを使って、よし、ここにもか。何の音？こっちか。カードキーの書き換え端末。これ突っ込んで、で隣のゴミ処理場に向かっていける。こっちは冷却装置止めて、それか。なんでスコープを冷やしてあんの？ライフル取って、ハーブ取って、どっち？そっちの奥？こっちの奥？これがそのスコープ。出口がロックされた。来ましたね。これを装備して、でね、どうしようかな。一旦まず出て転ばしていこうか。危ない。意外と遅いな。危ない。ここでどこだ？そっか。よし、あとは立ち上がって、そこでロック解除。しかしこいつは殺す。よしと。そう、こういう手順を踏んであげないといけない。5000円。よしよし。そしたらね、処理場行きましょう。まだいんな。こっちではなくて、そっちか。違う。そこと、よし、来るかな。来ますね。これってどうなる。よし、こんなクリーチャーを外に出してはいかん。よし、お金をください。リロードして、で先へ。つまりライフルの弾がなくなってしまうとだいぶ困る。でこれを使ってゴミ処理場、音しますね。チャリチャリ音、そっちか。4、5人。手榴弾取って、アイテムはないかな。でクレーンの操作盤、これをこうして掴んでいきたい。お前をこうじゃ。 UFO キャッチャー。あとはね、こいつかな。よし、なんすかねこれ。でこっち来る、こっち来る。ボケども、よし、補填させて OK で下行きましょうね。もういないね。一応ね、ちゃんとここでその島民のゴミっていうのを処理している。ここはもうちょいか、もうちょい。ドアの制御盤、パソコン、ハーブ取って、で記録か。そろそろライフもマックスですね。アシュリー待ってて、ちょっと待ってね。せかすな、めっちゃバンバンいってんだもん。弾薬取って、アイテムはない。そしてぽっちゃりさん2人、ぽっちゃり2人どうしようかな。フラグ、あ、びっくりした、びっくりした。早えよ、超びっくりした今の。こいつは顔面にこうです。死んじゃった。意外と弱い。ビビる必要なかったんじゃ。足でナイフカンカン言う。よしよし、死にましたね。でマップチェックして、正面こっち行けなくないだよね。ちょっと待ってな、会話とかは特にない。でそっちか。アイテムはないね。来い。何、あ、びっくりしたびっくりした。今みたいな声からやめて。本当に視界の外からバーってくんの、あれほんと怖い。後ろはいないね。よし、それとボウガン。はい、よし。こいつはマシンピストルで、あとこっちね。よし、もういない？いや、いますね。そっちか。どっち？どっち？そっち？照準合わせると逃げていく。なんなのもうこの子。ベリートゥベリー。危ね。よしと。今のはちょっとびっくりした。先行、他にはないね。何かのレントゲン。薬品だらけ。ショットガン。そしてどっちだ、どこに繋がってんだ。今ここですね。正面がセーブ。よし、ハーブ取って、でセーブ。そしてこっちはなんだ、ほとんど記憶にない。またなんかの実験設備。開けてきましたね。こいつはリヘナラを超えた存在。確かアイアンメイデン。そう、針がすごいんだ。しかも背中に見える。ということはこうしてこうじゃ。よし、なんか出した。ちょっと待って、マシンピストル。本当にね、クリーチャーのデザインが怖いですね。監禁部屋のカードキー。1匹だけじゃない、もしかして。こっち何、こっちもいけんのか。ん？どうなってんの？広くない？あ、これさっきのとこ。いや、違いますね。無数のシャレ。何かを培養している。玉取って何かの生体組織、確かにやばそう。よし、ハーブとハーブ。そしたらね、出ていきましょうか。いや、こっちか。弾取って出てきそうなんだけども、意外と来ない。そしてこっちかな。こっちなんだ。これ何？エレベータープラス商人。ね、これ乗ってあれか、上の階に行けんのか。玉取ってハーブ取って。いや、本当にこれをね、胃が痛くなりますね。暗い部屋とかで一人でずっとやってると。マグナム、これ高いな。6万2000円。ショットガン。よし、これで上戻ってでアシュリーを救出。だよね、違うかな。こっち回って爆音して放送室。This is Leon. Request backup. I repeat, request backup.ん、これだけ救援来ない。何らかの電波が干渉していて合衆国の組織に繋がらない。ダメじゃん。んで戻っていきましょうか。こっちではなかった。まっすぐ行ってこっち行ってでそっちか。そしたらこっち敵んな。あー、やべえ、これやべえわ。なんだそりゃ。いっぱいいる。これはまずい。しかも結構いっぱいいんな。行ってまずはこいつ。よしよし、死んではない。これまずいな、下手に行くとまずい。殺されるんでちょっと待っていきましょうか。それかバーッと行ってこうするで通過して、どっちだ、こっちですね。して、そしたらここのこっち、こっちか。アシュリー置いたんだよ。いなくない？Leon. You okay? Come on, let's get out of here. さあこれでチャプター 5-1 をクリア。次回は次のチャプター 5-2 に向かっていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。